今回は、鬼畜。監督は、野村義太郎。1978年の作品です。宗吉には、目かけと3人の幼い子供がいましたが、経営する印刷所が火事になり、業績不振で、目かけの菊代に金も渡せず、業を煮やした菊代は、子供たちを宗吉に押し付けて失踪。間もなく、末の庄司が衰弱死したのをきっかけに、子供たちを持て余した宗吉は恐ろしい考えに囚われてゆく、というお話です。出演は、小形健、岩下志麻、小川真由美、神江敬三ほか、行政に相談すれば、なんとかなったろうと、突っ込みたくなる状況にもかかわらず、これが実話が元になった話だと、にわかには信じられない所業。何が恐ろしいって、本妻を演じた岩下志麻。とにかく、一見をおすすめする傑作です。